皆さんこんにちはレック専任講師の岩田ですそれではこれから FP 初級ガイダンス人生100年時代 FP 資格活用法ということでお話をさせていただきますよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは今日は FP 初級向けガイダンスと、えー、書いてありますレジメを使って説明をしていきますどうぞお手元にご準備ください はいでまあ FP ということですけれども FP と言いますとファイナンシャルププラランニンンンニグそしてファイナナシャルプランナーこの2つのつ意味合いがありますファイナンシャルこれは財政上のそれから金融のといった意味合いですのでファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てるそしてファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人といった意味合いになります。 今日はこれから FP 資格を取得している皆さんにこの FP って何だろうということですとかそれから FP 資格の制度そして FP の試験内容などをお話をしていきたいと思います。でどうして FP が注目されているかということですけれどもレジュメの1ページをご覧ください。 えー、なぜ FP になる人が増えたのかということで、えー、まず「私たちの暮らしへの影響と不安」えー、と、えー、タイトルがあります。で、えーまあ、今私たちが生きている社会、えーまあ、日本社会に限ってみましても非常にに不安定な状態にあるとということが言えます、えー、日本の場合過去はですね、えー、高度成長期成長期と、えー、右肩上がりの成長期が続いたそういう時代がありました。 このような時にはもうお給料がどんどん増えていって終身雇用制度であったりまた資産価値も増えていくあまりお金のことを考えなくても何とかやっていけたところが現在は景気が良くなっているという報道はありましても生活者がそれを実感できない。 またはレジムにもありますように少子高齢化ですとか非常に将来に対して不安に思っているそういう方が増えているということだと思うんですで一方では様々な金融商品が新しくできている でその中には仕組みが複雑でわからないえまたは新しいえ国の制度え例えば NISA ですとか IDECO ですとかえ投資をしていくとまたはえ毎月積み立てをしていくとえ将来それが増えるかもしれないまたは老後の生活に役立つえただこのような制度え果たして自分はどれを利用したらいいのかえまたはえどのような仕組みになっているか。 それをもっと詳しく知りたいということで FP 資格に興味を持つという方も増えているんだと思いますはい、えー、それでは2ページを開いていただけますでしょうか 私が FP になりましてもう20年を超えますけれども最初の頃 FP 資格というのはもう誰も知らない FP ですと言ってもそれは何ですかと言われるようなそのような状況だったんですところが最近では FP と言いますともうすぐに皆さんご存知でじゃあ自分の保険はどうですかですとか自分の資産運用はどうしたらいいんだろうそういうふうに相談を受けることが多くなりました。 FP の資格非常にもう社会的な認知度が上がっているこれは現代の経済状況の不安定さそこから生活者としててのニーズが高まっているつまり普通に生活をしている方そういう方が自分の資産それを自分で守っていかなくてはいけないまたは自己責任で自分の老後までちゃんと考えていかなくてはいけない。 えー、つまり FP に相談をする方が,ふが増えたということでもあります。えー、ということは、えー、その、えー、相談をする、えー、FP、えー、まあ,あの独立をして FP の仕事をしているという方もいますけれども、えー、企業が、えー、その役割を担っているという側面もあります。えー、ですからビジネスチャンスとしてのニーズということですけれども。 関連する企業例えば金融機関ですとか生命保険損害保険会社それから不動産関連の業務ですねこういった企業ではもう FP 資格というのは必須の資格になっております。でそういういい資格を持って様々な知識幅広い知識識幅広 そして、顧客のニーズに応じたサービスなり商品を提供していく。ですから、関連する職業、これから就職をしたい、転職をしたいという方は、FP 資格を非常に活かして使うことができる。 または就職転職をする前に FP 資格を取得しておくそれによってもう上手に就職活動転職活動を進めていくことができる現在はこういうふうに FP 資格というのは本当にもう関連すする仕事では欠かせなない資格となっておりますじゃあその FP ですけれどもどのような仕事をしていくのかということですが。 FP というのは個人の方それのライフプランに対してアドバイスをしていくそれが FP の仕事ですはいレジュメの2ページの下の方「ライフプラン」と「FP」とありますけれどもここに「ライフプラン」という言葉があります。 ラ、えー、ライフプランこれは、えー、日本語では障害生活設計、えー、少し固めに訳すすことが多いです、えー、その方が将来こういうことをしたい、えー、このような人生を送りたい、えー、その夢や希望、えー、それを計画していく、えー、これがライフプランなんですね。 で一方「ライフデザイン」という言葉もありますけれどもこれはそれぞれぞのの方の価値観です人が幸せに生活をしていく何が必要かと言いますと生きがいですとか健康ですとかそれから現代ではお金経済的なものがきちんとしていないとやはり幸せな生活とは言えないです。何が生きがいかこれはその方によって違います。 健康であるのが望ましいそれから一言でお金と言いましてもじゃあどのくらいお金があれば幸せなのかまたはそのお金をどのように使っていくかこれはその方によって全く違うわけですねその方によって価値観が違うその価値観それがライフデザイン その価値観を生かして自分の将来の夢や希望それをきちんと計画をしていこうというのがラライフプランですこのライフプランの中でも経済的な側面に対してファイナンシャルプランニングをしていくこれが FP の仕事ということになります。 で一方で「ライフイベント」という言葉がありますが一般的な人生でそれぞれぞののの成長の過程でなすすべきことというのがあります誕生してそれからだんだん成長していって自立をする学校に通ってそれから就職をして自分で仕事をしていくそして結婚をして子どもができてマイホームを購入したいですとか。 えー、そして、えー、子どもがいればその教育費はどうしていこう、えー、それから自分の老後そして自分が死亡して相続はどうしようとか、えー、そのようなこの個々のライフイベントの中で考えるべきことというのがあるんですね。で、えー、このライフイベント、えー、それぞれに経済的なものつまりお金が必要です。それも含めて 自分のライフプラン全体をちゃんと考えていこう設計していこうそれに対してアドバイスをするこれが、FP、の仕事になりますですから FP というのは人が生涯を安定して生活幸せに生活ができるようにそのアドバイスをさせていただくこのような仕事になります。 私もずっと FP の仕事をしておりまして人にアドバイスをするそして喜んでいただけるですから FP というのは非常にやりがいのある仕事ということもできますしまた FP の勉強をするそうすると自分のライフプランを自分できちんと考えることができるそうやって今までも今までよりも幸せに生活をしていくことができるですから FP という仕事それから FP という資格 これは本当にもう誰もが勉強していただきたい自分のためにまたはビジネスチャンスとして活かせる資格それが FP 資格ということができます。はい、それでではレジジメの3ページを開いていてただけますでしょうかここでは FP 資格の試験制度についてお話をしていきたいと思います。 えー、FP 資格の制度ですけれども、えー、国家資格と民間の FP 資格、えー、この2つが両立している、えー、少し複雑な制度になっています、えー、それを見ていきましょうはい、えー、レジュメの3ページの一番上の表ですけれども、えー、FP 資格の種類ということで、えー、表の一番上の段ですけれども左から c f AF p AFP 資格 そして1級 FP 技能士2級3級 FP 技能士といういいろろな FP の資格が記載されておりますここに1本線が入っておりまして左側の AFPCFP 資格これが民間資格としての FP 資格なんですね。で AFP これが FP の普通資格です。 えー、そして、えー、AFP 資格を取得した方が CFP を受験できる、えー、CFP はですから、えー、民間の FP 資格の上級資格ということができます。 で、えー、いずれも、えー、この民間の FP 資格、えー、NPO 法人日本 FP 協会が実施しております、えー、ただ CFP 資格の方は国際ライセンス、えー、まあアメリカカナダが中心ですけれども、えー、全国のいろいろな国で協調して、えー、FP 資格を行っている、えー、最近ではアジア系の国も非常に多いんです、えー、そのような国際ライセンスこれが CFP 資格です でえー、ここで AFP 資格の受験要件ですけれども、えー、認定研修の終了、えー、この認定研修、えー、これ REC の FP 講座、えー、それが日本 FP 協会が指定する認定研修となっておりますけれども AFP に登録をするためには、えー、この認定研修の終了が必要である、えー、これはぜひ皆さん、えー、覚えておいてください、はいえー。そして右側の FP 技能士。 こちらが国家資格としてのまあ FP 技能士ということになります。で一級二級三級とありますけれどもまず三級 FP 技能士これが一番初級の資格です。そして二級 FP 技能士これが FP の普通資格。 そして一級 FP 技能士が国家資格の最上級の資格ということになります3級2級1級と進んでくるわけですね厚生労働省管轄ですけれども試験実施団体として2つ指定されておりますまず日本 FP 協会それと金融財政事情研究会この2つの団体が試験実施団体となっております えつまり、えー、日本 FP 協会は民間の資格もやっているし、えー、国家資格も行っているということになるんです。で、えー、国家資格の方を見ていきますと、えー、まず3級 FP 技能士これ初級の資格ですので、えー、受験要件というのは特にないです。えー、FP を取得したい方 FP になりたい方、えー、そういう方が誰でも受けられるそのような資格になっております。 で二級 FP 技能試受験要件に実務経験等とありますけれども、三級を合格した方は二級を受験することができます。また日本 FP 協会が指定する認定研修を修了した方、この方も二級を受験することができます。 また FP に関する2年以上の実務経験があれば2級 FP を受験することができますこのように2級 FP 技能検定3つ受験要件がありますそして1級 FP 技能士ですけれども2級を合格した方でありそれから実務経験が5年以上ある方も1級を受験することができますこのような形になっております えー、それでは、えー、民間の FP 資格と、えー、それから国家資格、えー、どう関係があるのかということですが、えー、私たちは国家資格の、えーまあ、3級2級1級 FP 技能検定を受験しますで、えー、2級 fp 技能士と AFP これどちらも FP の普通資格ですので、えーまあ、レベルが同じと言いますか、えー、実は AFP 試験といいうのは今ないんですねで2級 f p 技能検定を受験して合格をしたそして認定研修を終了しているこの2つの要件があると AFP に登録をすることができます。 これは日本 f p 協会に入会をして登録をするそれによって a f p の資格を取得できるということなんですねで、AFPE の資格を取得した方は CFP を受験できるこのような仕組みになっているんです えー、CFP6、えー、科目合格しますと1級 FP 技能検定の学科試験が,試験が免除される、えー、そのような免除の規定なんかもある、えー、このような民間の資格それと国家資格が並存した、えー、そのような資格制度になっています。で、えー、それとあの民間の資格それと国家資格の違いということで見ていきますと、えー、国家資格というのは 更新は不要とあります、えー、つまり、えー、国家資格の3級2級1級 FP 技能検定は1回合格格すすれば一生ものの資格です、えー、特に更新というのはなく一生、えー、その資格を合格した、えー、3級 FP 技能士ですとか2級 FP 技能士、えー、その合格したというのが継続をする。 でえー、民間の AFPCFP 資格こちらは2年ごとの更新が必要なんですねで、えー、これは、えー、例えば AFP ですと2年間で15単,位取得する、えー、単位というのは、えー、何らかの FP に関する活動をする、えー、または、えー、FP に関する勉強をするで、えー、1時間1単位の目安です。 ですから AFP でしたら2年間で15時間程度活動なり勉強することで資格を更新することができるこのような更新制度になっています。FP、というのは常に新しい情報例えば新しい金融商品が出たですとか保険商品が販売されているそれから最近の税制はどうなっているんだろうそういう情報を追い求めていく資格です。 ですから2年ごとに資格を更新することによって新しい情報をキャッチアップしているそういう FP であるという顧客に対して信頼のおけるそのような FP になることができるこれが2年ごとの更新制度なんです。で、まあ、AFPCFP 資格 FP 協会に入会をしてで資格が付与される。 で入会金ですとか年会費なども必要ですまた2年ごとの更新をする2年間のうちにさまざまな勉強なりをしていくそのためのコストもかかってくるこのように民間の方は、まあ、コストがかかるそのような資格になっておりますでじゃあ民間の資格国家資格どちらがいいか。 ということですけれども、えー、まあ国家資格を受験して、えー、AFP に登録をするかどうか、えー、日本 FP 協会のさまざまなバックアップがあって、えー、実務家の FP を応援していくという制度があります、えー、ですから FP 資格取得後その資格を生かしてどんどん活躍をしたい、えー、そういう方は、えー、ぜひ FP 協会への登録をおすすめしていますはい それではその下の FP 資格取得の流れですけれども FP に関する実務経験がどのくらいあるかない方でも AFP 認定研修を終了することでこれは REC の講座ですね級 FP 技能検定を受験することができまた3級 FP 技能検定受験要件特にありません。 で合格をすることによって二級 FP 技能検定を受験することができます。そして二年以上の実務経験があればそれで二級 FP 技能検定を受験することができます。このようにさまざまな二級に至るルートがあるんですね。ただレックではまあ FP 認定研修を受講して終了して試験を受けるこれでもよろしいですし。 ええまあ二級というのはええー、まあ試験としてはええー、まあ難しいえー、そのような試験ですので、えー、まずその予習として三、えー、級 FP を受講するということもお勧めしておりますえー、または三級だけ勉強されても、えー、身の回りのさまざまなお金にまつわることがよくわかる、えー、非常に充実した講座になっております。 で日級に合格して認定研修を終了している方日級 AFP の認定を受けることができる。でこれはですねあのまず日級に合格をしてそれから認定研修を受けるこういうふうにまあ逆の順番でも大丈夫なんですね。 どちらが先でも構いません2級合格それから認定研修終了この2つの要件を満たすことで AFP に登録をすることができで AFP 資格を取得すると CFP を受験することができるこのようになっております。 それでは次にまあ資格取得のモデルケースということで3級2級それから CFP1 級ですねどのくらいのレベルかということですま3級は初級レベル2級それから AFP は中級レベルそして CFP1 級は上級レベルということですけれども3級 FP 技能士 身の回りのお金のことが生活者として必要な知識を得ることができるで中級レベルの2級 AFP になりますとこれはまあ仕事で FP 資格を使うという方はぜひ2級ままで取得すすることとはお勧めしたいと思い思、まあ、仕事で使うレベルまたは親しい人にアドバイスをするそのようなレベル。 えー、そして、えー、もう本当に仕事でバリバリに FP 資格を使うという方は、えー、さらに上級の CFP それから一級 FP 技能士、えー、ここまで取得することをお勧めしたいと思いますはい、えー、このような資格制度になっております、えー、それではレジュメの四ページを開いていただけますでしょうか、えー、FP でどういった内容を勉強するかということですけれども fp で勉強することというのは一言で言いますとお金に関するすべて非常に幅広いお金にまつわる内容を勉強していきますただ幅が広いということで六科目に分けて学習をしていきますはいこのように金融資産運用それから不動産 そしてラライフプンンニングと資金計画リスク管理タックスプランニングそして相続事業承継この6科目になります。でそれぞれどういった内容を学習するかということですけれどもまず右上のラライフプンンニングと資金計画この科目が一番 f p っぽい科目です。 えー、FP は、えー、顧客に対してさまざまな経済的なアドバイスをしていく、えー、顧客の収入は支出はそれから貯金はどのくらいあるんだろう、えー、そういった情報を収集してさまざまに分析をしてアドバイスをしていくわけです、えー、そういったライフプランニングの手法について勉強する、えー、それがこのライフの科目です。えー、またこのライフの科目では、えー、公的な制度 社会保険制度ですね健康保険ですとかそれから雇用保険そして公的年金制度こういった社会保障制度についいてても学習していきます2級まで勉強していただければ自分が老齢年金何歳からどのくらいの金額を受給できるのかそれがざっくり計算ができるこのくらいのレベルと捉えてください。 えこうやってライフプランニングの科目でえまあえ生涯の生活まあ設計を立てていくわけですけれどもえその,えんあのライフプランニングをしてもそれがそのまますんなりいくとは限らないえ万が一ということが起こるかもしれないえその万が一に備えてあらかじ,ねあらかじめ備えておくえそれがリスク管理の科目です。 リスク管理はですから生命保保保険険険ですすとかか損害保険それから医療保険などについいてても学習をしていきますこれも2級 f p 技能検定そのレベルまで学習をしていただければ自分にぴったりの生命保険それから損害保険などを的確に選ぶことができるそのようなレベルと捉えてください。 で金融資産運用ですけれどもこれはまさに金融に関する内容です,ですからさまざまな金融商品その特徴などを学習するそれだけではなく金融商品を選択するというのはその時の経済的な状況がどうなっているかそれによって選ぶべき金融商品というのは変わってくるわけです。 ですから現在の景気や物価を見るための指標なども学習していきますそしてタックスプランニングですけれどもこれは税金の知識ですね個人の方ですと収入があれば所得税それから住民税を支払う必要があります所得税は原則確定申告をする ということになっておりますけれどもただ会社にお勤めの方は会社で年末調整をしてもらいますですから自分で確定申告をするという機会が少ないという方が多いのではないでしょうかただそのような方でももしかしたら税金を払い過ぎているかもしれない自分で確定申告をすることによって払い過ぎた税金の還付を受けることができる でそのためにはやはり所得税というのはどういうふうに計算をするのかそういうような知識が必要になってくるわけです。3級では所得税それから住民税を中心にそして2級ではさらに詳しく所得税住民税についてそれから法人税も合わせて学習をしていきます。そして不動産ですけれどもこれは不動産に関係するさまざまなこと。 個人の方ですとマイホームを取得するこれは人生の中でも非常に大きいライフイベントですよねその家を購入するじゃあ不動産ってどのような考え方をすればいいんだろうといったことも勉強していきますまた不動産登記をするその登記簿の見方ですとか法律関係建築基準法ですとかそういったことなども学習しますまた FP ですので 不動産にまつわるお金のこと、えー、不動産を購入するまたは保有する売却をする、えー、かななりり金額が大きくなりますで、えー、その度にいいろろな税金がかかるんですね、えー、例えば不動産取得税ですとか固定資産税ですとか、えー、それから不動産を売却した時はどのような課税になるんだろう、えー、こういった不動産の税金についても学習をしていきます。 そして相続事業承継ですけれどもこれは人は必ず2回相続に遭遇すすると言われていますでその際に亡くなった方の財産を引き継いでいくこれが相続ですけれどもじゃあ誰が引き継ぐことができるのかつまり誰が相続人になるのかこれは民法で規定されています。 ですからこの相続事業承継では様々な民法の規定を学習していく。それと合わせて相続税を支払う必要がある方というのがいるわけです。これは相続税法、相続税の計算の仕方なども学習をしていきます。相続税対策をしたいといっても、その方が死亡してしまった後というのはほとんどできることがないんですね。 ですから生前のうちから上手に相続税対策をしていくまたは相続人が争いを起こさないように上手に相続をしていくそういったことができるようになるそのような科目です。はい、こういいったお金にに関すするる非常に幅広い内容を勉強するそれが、FP、資格ですで FP の資格が資格の資格と全く違うというのは。 皆さんが勉強した内容、それがもうすぐに、えー、自分の生活に役立てることができる、えー、これが FP 資格なんです、えー、皆さんが各科目、えー、勉強するたびに、えー、本当にもうすぐにでも使える知識を、えー、お持ち帰りいただける、えー、そのような資格でありそれではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか。 試験の傾向と対策ということで2級 f p 技能検定を中心にその試験の内容どうなっているのかということを見ていきたいと思います。はい、で2級 f p 技能検定それと3級 f p 技能検定も試験は学科試験と実技試験この2つに分かれています。 二、えー、級で言いますと学科試験が百二十分二時間ですね。六、え、十、ー、問出題されます、えー。学科試験ですので四択一のマークシートです。えー、実技試験、えー、こちらは九十分一時間半、えー、で、えー、まあ資産設計提案業務ですと四十問出題されます。で、えー、こちらは四択もありますけれども記述式になっております。 記述式と言いましても論述ではありませんですから何何について述べるというような文章を書くということではないんですね四択の正解の選択肢を書くまたは計算問題それから原票の読み取り問題厳選聴取票ですとか保険証券の読み取りなどそういった問題があります計算をしてその答えを書くそのような記述式になっております で2級 FP 技能検定それから3級 FP 技能検定年3回実施となります年,ごとに月月年3回試験があるということはこれは非常にチャンスが多いということですね。 で学科試験と実技試験がありますけれども、両方合格して初めて二級なり三級 FP 技能士ということになります。で学科試験も実技試験もいずれも合格の基準は六割以上の得点で合格ということになります。でまあ両方受かって二級それから三級 FP 技能士ということですので。 えーまあ、あのどちらか片方、えー、だけ受かって片方が、えー、万が一ダメだったという場合でも、えー、どちらか受かった方その受かったという権利これは、えーまあ、翌々年度末、えー、ですから、えー、2年ないし3年間有効です。 年三回試験がありますので次の試験でダメだった方をまた受験をするそして両方合格が揃ったところで二級または三級 FP 技能士ということになるわけですじゃあ合格率はということですけれども二級 FP 技能士の方はこのように棒グラフ折れ線グラフでありますで、これ学科試験と実技試験別々の折れ線グラフになっておりますけれども えー、両方受けて両方合格する方、えー、大体で、えー、6割の正解で合格という方ことはその時の問題の難易度によって、えー、合格率がばらつきがあるんですね。えー、でもまあ平均すると、えー、30%台の合格率となっております。 ですから FP 試験というのはこれは落とす試験ではありません3人に1人は受かる試験になっておりますで、3級 FP 技能検定こちらの方は80%前後の合格率となっておりますとはいえあの国家資格が導入されて それから毎年毎年少しずつ試験が難しくなっていいるるととうこともあるんですねですから是非レックの合格講座を受験対策講座受講していただきましてしっかり準備をした上えで3級それから2級も受験をしていただくそれによってよりもう合格に近づいていくと思います。FP 試験というのは 個人の方が生活をしていくそのために必要な経済的な知識を勉強していくですから試験内容は、えー、比較的、えー、こう難しい問題といいますか例えば重箱の隅をつくような問題ですとかそれからもう難問疑問というような問題は出題されない。 えですからしっかり時間を取って、えー、しっかり学習をした方が受かる、えー、そのような試験になっております。はい、えー、それではレジュメの5ページの下の方、AFP 認定研修ということですけれども、えー、これが先ほどからお話をしております二、えー、級 FP 技能検定の受験要件にもなり、 または2級 FP 合格後 AFP に登録をするそのための要件にもなる日本 FP AFP 協会が指定定すする認定研修で DEC の FP 講座、まあ、認定研修として指定されているということですけれども認定研修を終了するそのためには提案書を作成して提出して合格をすることが必要になります。 この提案書って何かと言いますと提案書というのは実務家の fp にとってはまさに商売道具なんですね顧客から様々な相談を受けるそしてもちろん口頭でも様々なアドバイスをしていきますただ口頭で説明するそれではもうその時すぐに理解していただけるとは限らない または言った言わないということにもなってしまいますですから提案書というまあ、レポートのような形で形にして顧客の方にお渡しをするということが多いですその提案書をこの講座で皆さんが制作作成をしてそれが合格することによって認定研修が終了ということになります このような顧客が皆さんのところに相談を来たそのような設定がありますその設定のご家族それに対して様々なアドバイスをしていくそれを提案書としてまとめていくということになります提案書の作成は必ずしも簡単ではありませんただレックの講座では講座内で提案書の作成について詳細な講義があります または、えー、テキスト、えー、具体的な政策の方法を書いたテキストもあります。えー、そのようなさまざまなフォローがありますので、初、えー、学の方でも、えー、十分に無理なく提案書を作成していただけると思います。はい、えー、それではレジュメの6ページを開いていただけますでしょうか。えー、FP のこれからということですけれども。 最初にお話をしたように金融機関それから保険会社あとは不動産関係などですねこういった企業で働くという方はもう FP 資格は必須となっていま,すまたは一般の企業でも経理ですとかそれから財務それから人事労務 こういった関係のお仕事をするという方は FP の様々な知識を十分に FP 資格というのは少なくとも今のところは FP の仕事をするつもりはないという方でも自分の生活に役立つさまざまな知識を勉強することができる。 そして将来もしかしたらそういう企業に就職をしたり転職をしたりするかもしれないそうやって実務的なさまざまな経験を積むことによって FP として独立をすることができるこのように非常に奥が深い資格これが FP 資格の魅力なんです。で FP として独立をするいわゆる独立系 FP ですけれども。 さまざまな顧客の方に対して中立的なアドバイスをしていく。で、その際に F.P. でカバーする範囲というのは非常に広いんですね。ですからその範囲全部を自分が専門にするというのはこれはなかなか難しいんです。ですから例えば税金に強い F.P. ですとか、年金に強い F.P.、または金融商品に強い F.P. このように自分分の専門分野を明確にすするとということも重要です例えば税金に強い FP でしたらば税理士資格を保有する年金に強い FP でしたら社会保険労務士の資格を取得するこのように関連する資格を取得することによってさらに専門に特化しつつ幅広く FP として活躍をすることができると思います。 またそれ以外に FP に非常に関連性のある資格例えば行政書士ですとかそれから宅建士このような資格なども FP と非常に関連性が高い資格となっております。でまあ FP 資格でそうやって自分の専門分野に特化をしていくじゃあ自分があまり得意としない分野はどうするのか。 それはほかの FP と協調をして仕事をしていくというのも一つの方法ですですから FP というのはネットワークで仕事をするという側面もあるんですねいろいろな FP の知り合いがいてネットワークを組むそれによってさまざまな仕事が回ってくるですとか仕事の幅を広げてさまざまな顧客に対してアプローチをすることができる。ネットワークがある、FP そういった FPE もこれからますます活躍をしてたいけることと思いますはい、それではレジメの7ページですけれどもまあ時代が FPE を求めているなんてありますけれどもやはり現代は自己責任という言葉を非常によく聞きます例えば金融商品で運用する自己責任で運用してくださいですとかそれだけではなく自分が 生生涯にわたってて安心して生活をする、まあえー、自分の老後についてもやはりある程度自己責任で生活をしていかなくてはいけない、えー、その中にはさまざまな、えー、不安または自分で考えなくてはいけない、えー、ということもあると思います。FP の知識というのはお金に関するさまざまなことを勉強していく非常に幅広い知識を勉強していきます。 ですから、えー、皆さんが生涯の中で必ず役立つ、えー、そのようなことを勉強できるはずです、えー、そして、えー、まあ一生涯にわたってその知識を使うそれによって、えー、まあ安定した生活をすることができる、えー、また FP で勉強するとあこれは、えー、もっと前から知ってればよかったなということが結構あるんですね つまり知らないって損をしてしまった。知っていればこんな損をすることもなかったのにと。ですから、今皆さん FP 資格についてこれから取得しよう、または興味を持っていらっしゃるということだと思います。できるだけ早く FP 資格を勉強されることをお勧めしたいと思います。で、まあ3級、2級を取得する。そして FP 資格に興味があれば、 または自分にぴったりの資格だ、えー、もっと勉強したいなと思っていただきましたら、さらに上級の資格、えー、CFP 資格、えー、それから一級 FP 技能士、えー、こういった上級の資格も目指していただければと思います。はい、で、えー、まあ、FP 資格を取得している方というのは、 えもう日本では40万人とも50万人ともえ何らかの FP 資格をして取得しているえそのくらいの人数がいると言われていますただその中でも FP として本当に活躍をしているという方はまだまだ少ないというのが現状ですえですから皆さんもえ早く FP 資格を取得していただきましてえ一緒に FP として活躍をしていけるえそのように願っております はい、えー、それでは、えー、まあ FP 資格について、えー、資格制度ですとか資格の生かし方などについてもお話をしてきました、えー、今日私の方からはこれで終わりにしていきたいと思います、えー、それでは皆さん、えー、一緒に FP 合格に向けて頑張っていきましょうはい、えー、それではどうもお疲れ様でした